トラック競技の方は男子 400m ハードルの準決勝最後の第3組、それではその第3組の出場選手を紹介いたします。第2レーンが吉森くん、姫路色彩兵庫。第3レーン水口くん、立命館慶尚北海道。第4レーン浜田美玲、阪大大阪。第5レーン大田根君、松山南愛媛、四国大会の優勝者。第6レーン出口君、東福岡、アンダー18日本選手権第3位。第7レーン米田君、九州学院熊本、南九州大会の優勝者。第8レーン黒川君、多部山口、中国大会の優勝者。第9レーン高見君、新居浜東愛媛。以上8名によりまして準決勝最後の第3組が行われます。それでは第6レーン東福岡の出口君、51秒51でした。